まず自己紹介からお願いします。自己紹介、私は沖縄生まれの沖縄育ち48歳戸口昇です。戸口昇です。あなたにとってベーシックインカムは何であって、どうやってそこにたどり着いたの？ベーシックインカムは1年半前にミスター河合さんから最初に聞きました。で、江野さんに会えたらいいなと2人で話してると、江野さんとここで会いました。あの時は僕は取り巻きで見てるだけだったんですけど。これから沖縄で何をしでかそうとしてる？沖縄でベーシックインカムを実現しようと思ってます。ただ何です、考えてるだけじゃなくて、何をしていいかわからなかったんですけれども、とりあえず動き始めたらたくさんのご縁があって、仲間たちと囲まれて、みんな一人一人が自ら自分で考えて、誰かが誰かをコントロールしてるわけじゃなくて、みんながみんなで自分でできることを考えて、今日の日に大きなイベントを江野さんをお招きして、自分にとって沖縄の精霊とかその伝統とかそういうものはベーシックインカムとどうやってつながってるの？あなたの中では、あなたにとって沖縄が何が特別なのか、何がその一つの核なのか。沖縄は海に囲まれていて、世界中の海につながっていたそうです。で、沖縄は戦わない民族 で、その戦わないっていうこととベーシックインカムが同じだと思っています。あなたにとってなぜ3という数字が大事なのか。沖縄のシンボルも三つどもえになっていて、三つあってですね、賛成反対正義悪っていう考え方ではなくて、あと一個の何か道を探すというシンボルマークがあって、それがベーシックインカムでした。僕たちは仕事をするために生まれてきたんですけども、仕事は誰かのためにするもので、だけど自分のためにするものなんですけど、この三つの思いも自分のための仕事、自分の夢を叶えるための仕事で、家族のための仕事、家族のための仕事、あと社会のための仕事、この三つの遠距離に入れるように。で、これは色の三原色になってるんですけど、赤と緑と青を合わせると透明なピュアな色になります。透明で純粋な動機で仕事をするためには、お金のためには働かない、自分の役割のために働く、この3つが大事だと思っています。30万円っていう数字は非常に高いけど、なぜその選択肢を選んだ？30万円というのは一般的には5万円から10万円ぐらいのあれだったんですけど、ただ生きてるためだけのお金ではなくて、自分の可能性を挑戦っていうか冒険できる金額がまず30万円必要だと思ってます。いろんなことを挑戦しても失敗しても笑える金額です。で、機会の平等、みんなが同じ機会の平等を考えて30万円が一つ。二つ目は財源を確保するときに、みんなでお金を回すことによって消費税でお金を、みんなの財源を作り出すという考え方があります。30万円の 30%、 これは江野さんの映画を見て学びました。そうすることによって財源の問題はないと思ってます。本当に自分たちはそのチャンスはあると思って、ベーシックインカムが成功するということに関しては、もう僕たちはベーシックインカムが実現したと思って動いています。今現に実現していて、
あの今回の大きなイベントはみんなが目的に向かって一緒に、あのみんな ボランティアって言葉が適当かどうかわからないんですけど、みんなが気持ちで動いてます。これがベーシックインカムの実現の証明になっていると思います。今どれくらいそのざくばらんでいいんだけど、ベーシックインカムについてその理解を、真に理解を示している人って何人ぐらい？真に理解を始めてあの語っている方が30名以上はいると思います。今ただ30名っていうのは少ないかもしれないんですけど、この小さな島に30名も今たった半年でいるっていうのはあの奇跡だと思います。まあ、あの戸口君の意見でいいんだけど、その戦争を経験した世代、はい、その米軍基地に支配されてた時代の人たちはそのベーシックインカムについてどう思ってると思う？僕はあの戦争を経験してなくて、あの遅刻してこの世に生まれてきたので、あの基地に関してはあの当たり前にあるものは何も感じてないんですけど、あの僕のお父さんは戦争経験者です。でたった一人しか生き残ってないんです、うちの親父は。だけどあのうちの親父から聞いたのは、アメリカ人が悪いのではなく、まあ、日本人沖縄の人も誰も悪くないと、戦争が悪いんだということだけしか聞いてないです。東志君にとって今その沖縄の情熱、うん、そのベーシックインカムも含めてその情熱っていうのはどこにある、何が燃えてる今何が燃えてるっていうか、今現在ね、今現在はですね、あのリラックスしてますに燃えてるっていうと あんまり力むと失敗しちゃうんで、沖縄のあののんびり感って言うんですか、なんかよんなよんなって言うんですよ、方言で、うん、でみんなといつもこうやってカフェで語り合いながらあの楽しくやってます。燃えてるっていうか温かい炎みたいな感じですね。気持ちいい炎です。熱くはないです。ありがとう、はい、あの3つ目が言ってなかったんですけども、あの30万のところの3つ目はやっぱり今世の中にはたくさんの社会問題があります。でみんなどうしようもないと思ってるんですけど、全ての社会問題はお金につながっていて、お金を動機にすることによって問題があって、だけどどうしようもないっていうのはやっぱり生きていくためのお金が必要なので、だけどこの30万円があることによってみんなが自分自身が何をするかっていうのに目覚めると思ってます。ありがとう、ありがとうございます。ニエデビル。